ちは、バラタイムです。こんにちは。本日はコカ・コーラ特集2024です。皆さん、コカ・コーラは好きですか？私は大好きです。物心ついた時から私はコカ・コーラを飲んでいました。本当に？コーラ好きだよね。コーラ大好きではある。なんで？初めて飲んだのがいつか思い出せないけど、気づいたらもうなくてはならない存在になっていました。まあ、コカ・コーラって世界中の人類全員好きだと思うんですけど、すごくないですか？だってコカ・コーラってね、カルピスソーダ多分わかんないもんね、アメリカ人。そう、カルピスソーダは世界中で売ってないし、ジンジャーエールもちょっとコーラに負けてる感あるもんね。ジンジャーエールもね、悪くない。俺ジンジャーエールも好きなんだけどね、結構。ああ、いいよね、ジンジャーエールはいいよね。大人になった気持ちにさせてくれるジンジャーエールは、ね、生姜ってなんかやっぱそうだし、ね、そうかな。生姜って聞くとちょっと美味しくなさそうだ、ね、そうか。まあ、ジンジャーエールも悪くないけど、やっぱコーラに比べたらやっぱ知名度、そうだね、実力ともに一歩を取るから、うん、でさ、ジンジャーエールって生姜じゃん、うん、ジンジャーって言ってんだから、うん、まあ、コーラってなんだよって感じじゃん、ね、それがやっぱ一番すごい。ブドウジュースとかやっぱ猿でも思いつくけどコカ・コーラは猿思いつかないからね。その点素晴らしい、はいはい。まあ、あとは何といってもこの配色ね。あ、今はもうこちらに並んでると思いますが、いや、もうどれもかっこいいですよね。デザインが好きなんだ。デザインも好き、この字体もいいよね。確かに確かに、たまらなく好き。まあ、赤黒白もう最高じゃないですか。銀もあるのかな。銀もあるね、ゼロコーラとか。なぜこのコカ・コーラがいいかというと、まあ、味だけじゃなくておしゃれっていうところで今回は押し出していきたいなと思って動画を撮り始めました。いろんな世界中旅行してて、おしゃれなレストランでおしゃれな人が意外とコーラ飲んでるっていうのを。そんなことあるんだ。そんなことないと思うじゃん。今度見てみるわ。まあ、数はそんな多くないんだけど。いるんだ。そう、数は多くないからこそ見つけた時にやるじゃんって。うん、そうだね。そういうことなんだよ、君って。肩を叩いて話しかけたくなるような。そうね、数あるドリンクになったらコーラなんだよ。そうそう、まあ、飲んでて嬉しいだけじゃなくて、持ってておしゃれっていうのがあるので、特に、まあ、服がベーシックになりがちな人とか、まあ、あと服で赤って結構取り入れづらいじゃないですか。あんま真っ赤な服って挑戦しづらいと思うので、そんな人はコーラを持てば何にもいやらしくなく赤を取り入れることができるっていう、これ結構画期的だと思うので。みんなアクセサリーみたいな。そう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 。ブレスレットみたいな、ね、バッグとかキャップとか靴とか、まあ、赤って結構勇気いるけど、コーラ持つだと絶対誰でもいけるし、それだけで意外とコーディネートの幅が広がるというのを今日は皆さんに立証したいと思います。面白いですね。というわけで早速、ほれ見たことかおしゃれだろうと言ってやりたいと思います。なるほど。早速ちょっと変則的なシルバーのゼロコーラが出てきてしまいましたが、シルバーのはゼロなんですね、多分。かっこいいよ。これが一番好きかも、シルバー感。見た目？見た目的に。まあ確かにね、シルバーはいいよね。主張がやっぱ激しくないけど、コカ・コーラって文字が赤だから、うん、それはそれでかっこいい、うん、でこの人もこれ持ってないところと持ってるところをちょっと頭の中で切り替えてみてください。絶対持ってる方がおしゃれです。間違いない。まあ確かに、このメタリックな感じもね、うん、まあ、ほぼアクセサリーですから。こんなメタリックで色ついてるもの持ってんだから。確かにブレスレットだもんね。そう、ほぼブレスレットじゃん。確かに。で色も取り入れられて、この人あえて持ってると思いますし、なんちゅうスマホの持ち方してるんですかね。コーラの上に、はい、スマホホルダーとしても活躍してるんですね。早速素晴らしいですね。ただのデニムのセットアップから、まあ、サングラスとリングとコーラでアクセントを作るという素晴らしいコーディネートです。はいはい、いいですね。はい、それでは次、うん、全然テンション変わりますが、まあ、コーラってこういうなんかレトロっぽいシーンにも合うんでね。このコーラは普通のコーラですか？このコーラはちょっと上の黄色い文字が、ね、黄色い部分に何て書いてあるか分かんないんですけど、でコーラとしてはちょっとおしゃれじゃないコーラだね。なんか味の違いなのか、うん、なんかのキャンペーンなのか、どう見てもなってね、モレパリコレコーラや。確かに1個前のそうシルバーでシュッとしたコーラに比べると完全に寸胴な、ね、これの形でもよくあるよね。ああ350とかの一般的な缶これじゃない。このジャック・ダニエル君よりは背が小さいと。ああ、これ一緒じゃないのかな。あ、本当。
これかと思ってたけど膨張色なのかな。でまあこの人は自分の服で黒とネイビーやってるんで赤入れたくなったんでしょうね。まあ確かにね、これ赤入れたくなるもんね、うん、いい写真だもんコーラがあって。そう、これも頭の中でコーラ消してつけてってちょっとやってもらえば分かると思うんですけど、圧倒的にあった方がおしゃれです。確かに間違いないですね、うんうん、2連続やっぱタバコとコーラの組み合わせですね。ああそうだ、よく見たら、ね、うん、タバコにも合いますからねコーラは。なるほどね、はい、というわけで続きまして、はい、レトロが続きます。うん、これはコーラなんですか。お手元にご注目ください。綺麗な赤が生えてますね。赤色あったら何でもいいって。中身はコーラだと思うんですけど、ちょっとねたまたま入れ物がコーラの缶とかではなく、うん、紙コップだったっていうだけで。なるほど、雰囲気一緒だもん、まあ、ほぼコーラですし、うん、この人もコーラだと思って持ってるので、まあ、今回はコーラ特集に入れさせていただきました。なるほど、これも圧倒的にこの赤が大事なんでね。うん、もう一人の人はさ緑のバッグでさ、いや緑より赤の方がいいよ確かに。でしょ、うん、何なんだろうね、赤い飲み物の重要性を感じられますね。なるほどね。続きましてもう一気にコーラですね。これまでとはちょっとレベルの違うコーラ度合いではありますが、あ、瓶のコーラかっこいいね。瓶のコーラかっこいいよね。確かにね、だってこれコーラ売り場っていうだけでなんかおしゃれですからね。まあ確かになんかアメリカンな感じがするね。そう、だって後ろこれ全部牛乳だったら全然おしゃれじゃん。牛乳はねこんな二大巨頭とかないしね、圧倒的におしゃれになってる。なるほどね。続いてベン・アフレックです。あ、いいコーラ持ってるじゃん。彼もシルバーのコーラを持ってます。同じ短足タイプだけど、ベン・アフレックの体型でそんな細身のコーラ持たれてもっていうのもあるから。なるほど、やっぱゴツッとしたコーラにシンパシーを感じるんじゃないかな。なるほどね。世界的スターもコーラを愛用してるということで、はい、次もベン・アフレックです。好きだな、タバコ好きだな。そしてずっとタバコ吸ってるね。ずっとタバコとコーラ。ただこれに関してコーラかどうかちょっとよく分かんない。おー、ちょっと怪しいなと思ったけど、まあまあほぼコーラでしょう、うん、多分コーラ、うん、で多分マルボロメンソールライト、全く分かんないですけど、通称マルメラですね。そうですね、まあ、彼も明らかに赤を意識してコーラ持ってますね。はいはい、格好はちょっとアメリカンすぎるけどね。洋服には全然気使ってるようには見えませんが、コーラを持つことで一気におしゃれな男に生まれ変わってます。はい、はいはい、次出たキアヌ・リーブス。マトリックスの人ですね。ジョン・ウィックの人。ジョン・ウィックの撮影中だよね。まあ確かにな、格好的にもジョン・ウィックの可能性あるな今、うん、まあ、彼も全身今白と黒のシンプルなスーツでまとめてて、そういうフォーマルな服に対してコーラを合わせるっていうね。コーラのこのポップな鮮やかな色合いとカジュアルさがちょうどコーディネートのバランスをうまくおしゃれに引き上げてくれてるなというのがよくわかってると思います。タバコとコーラ好きだね、こう見ると。確かにタバコとコーラ率高い、うん、はい、次もキアヌ・リーブス。お、ただこれは老けたね。瓶だね。渋いね、瓶って。やっぱ瓶はやっぱいいよね。瓶ってどこで売ってんの。なんかちっちゃい商店みたいなところで売ってるってことはあるけどね、個人商店とか。これも赤がいい差し色ですね。なるほど。続きましてマッツ・ミケルセン。どういう写真なのこれ。コーラの CM なんか。これが何の瞬間かちょっとわからないんですけど、マッツ・ミケルセンがコーラ飲んでます。瓶じゃない、しかもこれ。これも瓶だね。瓶だよね。アメリカの旗の T シャツ着て。あ、本当だ。沖縄 T シャツってなかなか着ないもんね、アメリカ以外。確かにな、はい、日本とかヤバいもんな着てたら。ヤバいヤバい、確かに。ファンタスティック・ビーストの悪役。いい髪型だ。いや、こういう結構序盤女性のスナップが出てきたり、はい、いろんなタイプの人が飲んでますけど、続きまして、誰だこれ。ウォーレン・バフェット、投資の神様ですね。飲むんだ。はい、彼はコカ・コーラの株めちゃくちゃ持ってますから。無料なんだろうね。じゃあとんでもない数で持ってるから絶対無料ですけど。チェリー。本当だね、チェリーコーラだね。すごい渋い顔でチェリーコーラをおじいちゃんが飲んでますね。こんなおじいちゃんでも飲むんだね。そう、もう赤ちゃんからおじいちゃんまで、すごい。ゆりかごから墓場まで、世界一の投資家とも言われる投資の神様がこんなにコーラ飲んでるんですから、皆様安心してコーラ飲んでください。やっぱでもスーツにコーラも良くない。なるほどね、この遊び心というか。そうそうそう、逆のものを取り入れるみたいなのってファッション好きな人好きだろうから。なるほど。いや、おじいちゃんになって飲めるのすごいな。すごいよな。お茶とかしか飲めなさそうなのよな、おじいちゃんって。
やっぱコーラをいつまでも飲めるおじいちゃんでありたいもんな俺も。はい、こっからはもう広告です。あ、スタイリングでもなんでもない。うーん、コカ・コーラっておしゃれだよっていう、まあ、これもランウェイじゃないけどコレクションみたいなもんですから、コカ・コーラのね、うん、これを見せて皆さんにおしゃれさを分かってほしいなと思います。うん、1枚目とさ2枚目でさ、うん、全然シーン違うじゃん、うん、なんかもうイケてるカップルから一人で公園でピザ食べてるやつ、うん、でもどっちもやっぱコーラって合うんだよね。うん、合うね。どっちもコーラがあることでこの人の人生が楽しくなってるなと思える素晴らしい商品ですね。あ、そういえばさ、この1枚目でさ、うん、右下にコークってあるじゃん。ああ、そうそうそう、これはこれもコカ・コーラなんだ。これ俺マジでちっちゃい頃さ、もうペプシとさコカ・コーラとコークあるんだよ。でさ、ちょっとみんな色違ったりするからもうこんなんだよね。俺もなんでコカ・コーラが英語でコークなのか意味わかんないんだけど。長い方だろ、コカ・コーラ。コーラでいいじゃん。俺もそう思う。でもみんなコーク。でもヨーロッパとか行くとね、コークで通じない時あるんだよ。あ、そうなんだ。コーラで通じることある。ヨーロッパは浸透してないんだ。いや、コークってあんまかっこよくないしね。コカ・コーラのこのなんか、この字体がこうやってギュッてね。あ、ギュッてね。感じがね。コークやっぱなんかそれが読めないアホなアメリカ人に向けて4文字に短くしたみたいな。ああ、コカ・コーラ読めねえよみたいな。1900年代にアメリカの中で愛称として広まっていった。1900年代？うん、100年以上前。昔やん。100年以上前。コークが？コーク。あ、そうなんだ。言われ始めた。コーラいつからコーラはね。1886年。やば。1886年はやばいね。うん。へえ。ルイ・ヴィトンとかより古いんじゃない？リーバイスが1873年。あ、リーバイスの方が古いってこと？リーバイスのちょい後。やばいな。その前逆にリーバイスのコカ・コーラのない世界ってことでしょ？リーバイスとコカ・コーラない世界なんか何を楽しみに言っていいか分かんないな。ルイ・ヴィトン1854年。やば。やっぱちょっと先輩なんだな。すごいね。コーラの方が後輩だ。で、1940年代になって広告でもコークって使われるようになった。 あまりに認知が広まったから。コークで、そう、別に意味とかは特になさそう。味も一緒ってことでしょ。そう、ただあだ名として呼ばれて、まあ、浸透したから使ってみたっていう。はあ、非常に紛らわしい。なるほどね。アインシュタインっていつの人？アインシュタイン、オッペンハイマーの映画に出てきたんだよな。そうそう、1900年ぐらいじゃん。うーん、アインシュタイン生まれたのが1879年。1955に死んでるから。すごいね。アインシュタインが7歳の時にコーラが誕生した。うん、飲んでたんだろうね、普通にこの広告みたいに。本日のコーラのご紹介は以上になりますが、コーラから始まって歴史を感じさせられましたね。歴史を感じましたね、はい、コカ・コーラの魅力伝わりましたかね。奥深いな。奥深い。そう、カルピスソーダとかにはこの奥深さ、歴史の深さがないっていう。うん、リッチなカルチャーを感じましたね。確かに、アインシュタインは絶対カルピスソーダ知らないですからね。知らないですし、アメリカ人からしたらカルピスってマジなんだって話ですね。美味しいのにな。どうぞ。すっごい美味しいけど。というわけで、今画面にもだってコーラが映ってるから多分今おしゃれですもんね。階段みたいな。そう、皆さんも今コーラを飲みたくなってきたんじゃないですか。でまあ、夏とか特に半袖短パンでシンプルになっちゃうとか、まあ、あとは一年中通してなかなか柄とか色とかに手出すの難しいなって思ってる人は、ぜひ明日からコーラを買っていただければ、それだけでおしゃれになりますから買いなさい。はい、はい、本日の授業はここまでです。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。